ゃあ行ってくるから。極度の近眼、その上少し耳も遠くなってきた。でも吉田さんは毎日自転車で通勤しています。忘れ物忘れ物、もう弁当忘れてるんだから。もうここ入れときますからね。あの男、最低。住宅街での吉田さんの評判は最悪です。あの男よ、ろくでもない男。商店街でも吉田さんの評判は惨憺たるものです。あの人です。しかしこの人やべえよ。盛り場では吉田さんはヒーローになっていました。